最近ビーガンにムカついてるからビーガンの話。俺マジでビーガンじゃないけんな。ビーガンの気持ちわからんだよな。なんかさ、別にさ、俺のこの勝手なイメージなんやけど、そのなんかビーガンとフェミニストって同じくくりと思っとって、何で同じくくりかっていうと、その強要してくるよね。あと、あれ。美術館とかで、なんか、ペンキ巻いとう人たち。その別に自分の価値観とか別にいいと思うし、その俺は肉が嫌い。別にわかる。俺も別に野菜嫌いやし。わかるけど、その俺野菜嫌いやけん、野菜食いようやつぶん殴ったりせんし、なんかクリスプサラダワークスの前で座り込みせんわけよ、俺は。野菜ばっか出しやがってって言いながら別にせんちゃん、そんなこと。余裕あるけん、心に。なんか普通にそこがおかしい。あいつらみんな。そう、よそはよそ、うちはうちの家庭で育ってないんよ。なんだ、壁が一枚もない集合住宅で育っとうやろ。じゃないとああはならん。そうやってさ、どこの界隈とかもさ、別にちゃんとしとやつってちゃんとしとうわけよ。なんか別に俺の友達もビーガンのやつおったっちゃけど、別にそいつって、なんかそいつが口を開くまで俺気づかんかったっちゃん。普通に飯誘っとったし、確かによくよく考えたら、あんま肉食ってなかったかもしれんなぐらいの感じやったっちゃけど、押し付けて今期気づかんかったわけよ。そうやけ、そういうなんかちゃんとしとうやつも、おるのに、なんていうとその一部のマジやばいやつがさ、ああやって押し付けまくるけん、結局、なんか、界隈自体がやばいってなる、なんか分かりやすい図よな。どの界隈もそうなんやけど、明らかにその人数が多いんよね。明らかにやばい層の人数が多い。めちゃくちゃな。あれがマジでおかしいんやと思うやけん。なんか余裕がないでよ。やばいやつの声がちょっとあまりにもでかいジャンルではあるよな。あの人らの行動は全人類単位でやらないと意味ないかもしれない。あー、なるほどね。全人類でやらないかんって何？全人類で野菜食うって何？意味わかる。全人類で。なんで野菜食う？他にやることあるやろ。なんか。しない。オゾン層直すとか。多分、全人類でやることってそういうことや。なんか地球関係のことや。なんか、環境に配慮するとか。ゴミを捨てないとか。みんなで野菜食うとかは多分、全然先の話やん。先にやらないかんこと1000個あるやろ。